RG 排乳ガンダムは買えました？僕は買えませんでした。トイウォールファクトリーです。今回は HG 排乳ガンダムブレイブをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。排乳ガンダムブレイブはビルドファイターズアメイジングに登場するガンプラで、名人川口こと結城達也が作り上げたガンプラです。ナイチンゲールと同時に RG 排乳ガンダムの予約争奪戦に敗北した東工房、意気消沈していたのですが、積みプラの中に排乳ガンダムブレイブがあったのを思い出し、排乳ガンダムがなければ排乳ガンダムブレイブを作ればいいじゃないと思い作ることにしました。積みプラ消化には絶好のタイミングですね。それでは作っていきましょう。皆様ご理解いただけていますでしょうか。これは RG 排乳ガンダムの塗装動画ではなく、 HG 排乳ガンダムブレイブのテッカテカ塗装動画です。大事なことなので3回言いました。 RG じゃないじゃねえかというコメントは受け付けておりませんので、あしからず。そりゃね、 RG 排乳ガンダムを作りたかったですよ。予約できなかったんだからしょうがないじゃないですか。カートには入ったんですよ。カートには入ったんですが、ログインを要求されてログインし直したら、カートから排乳ガンダムが消えていたんですよね。どこに行ったんでしょうね、僕の排乳ガンダム。 HG 排乳ガンダムブレイブはアニメビルドファイターズトライに登場する3代目名人川口こと結城達也がまだ名人川口になる前に制作したガンプラで、ビルドファイターズアメイジングという漫画作品に登場します。アメイジングはトライの前日談ということになるんでしょうか。コミックスは読んでいないんですが、ガンダムベース東京でパッケージを目にして一目惚れして買っていました。 HG 排乳ガンダムブレイブは2015年2月に発売されたちょっと古いキットですね。ガンダムベース東京で2020年12月頃に購入しました。ビルドファイターズシリーズに登場するガンプラはケレン味あふれるデザインで目を引きますね。排乳ガンダムブレイブももともとかっこいい排乳ガンダムをさらにトゲトゲにアレンジして派手さ増し増しデザインになっています。肘や膝には裏打ちパーツがあり、さらにスカートアーマーの裏にはメカディティールが彫られていたりして、細部まで気を使った作りになっているのが特徴のキットですね。そのためか HG の割にはパーツ数が若干多いような気がします。色分けもほぼ設定通りに細かくパーツで分割されていて、わずかな部分塗装で仕上げることができそうです。 HG なので対象年齢8歳以上ということで、アンテナなどはシャープさに欠けますが、少し加工してあげれば大丈夫かな。足がめっちゃ長い。しかもハイヒールですね。3色の色分けがきっちりできていましたね。色分けがされていると塗装が楽なのでいいんですが、逆にパーツ数が多くて仮組みをするのにめちゃくちゃ時間がかかっている気がします。普段だったらこんなに時間かかってないと思うんだけどな。腰のパーツも2色の色分けで爽やかな雰囲気です。それではやっと武装の組み立てを行います。まずはバックパックとブレードから。バックパックはニューガンダムとは違い、サザビーのような2つのファンネルコンテナになっています。シャアが情報を漏洩したという設定を踏まえるなら、こちらの方がいいのかもしれませんね。さらにブレイブ専用の武器として背面に喧嘩される日本の大型ブレード。ニューガンダムといえば背中のフィンファンネルが特徴です。ニューガンダムのフィンファンネルはマントのように広がっていますが、排乳ガンダムは翼を広げたようなデザインになっています。そしてフィンファンネルといえば数が多い。一体いくつあるんだ。合計6本のフィンファンネルがあるのかな。一つのファンネルに青いカバーが2枚あるので、12パーツも同じように処理する必要がありますね。あー超めんどくさい。そしてビームサーベルとシールド。シールドも裏側のパーツがあったり、パーツの分割がしっかりなされていて要素が多くてかっこいいですね。
これだけで空が飛べそうな感じがします。昔の SF シューティングゲームの戦闘機のような雰囲気もありますね。サポートメカになるようですが、今回はスルーしました。かっこいい。これで一通りのパーツが揃いました。それでは組み立てていきましょう。腕が左右非対称だったり、武装が多かったり、結構パーツが多くて、いつもより組み立てるのに時間がかかりました。色分けのためにパーツが分割されていたのも時間がかかった原因かな。他のビルドファイターズトライのキットに比べるとちょっとだけお値段が高いので、その分作りごたえがありますね。頭を取り付けてこれで完成。ふう、かっこいい。ズームアウト。シルエットが大きい。鳥の威嚇ポーズのようにも見えますね。背面の密度が高くて派手ですね。ファンネルの存在感がすごく大きいです。全体がシュッとしていてスマートでモデル体型。足がすごく長くてスーパーモデルみたい。足の長さを少し分けてほしい。顔もイケメン。ハイニューガンダムの特徴の長い顎もそのまま生かしているようです。かなりハイニューガンダムそのもののデザインが残されている気がします。首は二重関節で顎をしっかり引けます。左右の振りは襟にもみあげが引っかかっちゃいますね。腕は水平まで上げられて、肘関節は一重関節ですが必要十分かな。大腿部はボールジョイントを覆うようなデザインなので開脚あまりできません。もうちょっと開いてほしいかな。膝は二重関節でかなり曲がりますね。足首も二重関節ですが裾に引っかかってそんなに動かないかな。腰は回転以外はほとんど動かず、ボールジョイントが緩いのか抜きやすいですね。さらにファンネルが重く重心がかなり後ろにあるため、そのまま立つのは難しそうです。スタンドが必要かな。それではバラして塗装前の処理を行っていきましょう。お前、自分で立つ気がないだろう。それではいろいろ処理を行っていきましょう。まずはピンバイスで穴開けを行っていきます。我が家で一番細い、多分 0.2 ミリのドリルで穴を開けていきます。これで向かって右側が深くなっているのが分かるかな。分かりづらい。反対側もドリルで穴を開けて、これで少し深くなったかな。その他も穴を開けられるだけ開けちゃいます。手軽にシャープになって楽しい作業です。穴がいっぱい。これまでの愚行を埋めたい。定番の加工、アンテナのシャープ化を行っていきましょう。ある程度ガイドがあるので、ニッパーでカット、ニッパーでカット、さらにニッパーでカット、ニッパーでカット、ついでにニッパーでカットして、さらにニッパーでカット、さらにニッパーでカットして、ここもニッパーでカットして、もう一回ニッパーでカットして、ニッパーでギリギリまで追い込んでみました。あんまりおすすめはしません。仕上げにぐるぐるバーの細めで表面を整えます。こういう狭いところは往復できるぐるぐるバーが有効ですね。組み立ててこれでいろいろ加工が終了しました。未だに未練が断ち切れない流し込み接着剤で汗目消しを行います。今回は膝のあたりにヤスリが入りにくいところがあったので、ヤスリがかけづらい瞬間接着剤を避けて流し込み接着剤で接着しました。したんですが、やっぱりちょっと引けが出たのか、若干合わせ目が残ってしまいました。塗装する前では完全に消えているように見えるんですが、なかなか難しいですね。この太ももは一応合わせ目は段落ちモールドになっているんですが、溝がかなり浅く中途半端な彫刻だったので、溝自体もヤスリをかけて消してしまいます。いつも通りマジックヤスリを400番から1500番まで使い、表面を整えていきます。緩やかな曲面なので、ヤスリホルダーからヤスリを剥がしてヤスリ掛け、さらにフィニッシュプレートでピカピカに磨き、陶器のような輝きを得られました。テッカテカやね。でも合わせ目は後から復活します。なんでやねん。人類の有史以来悩まされ続けているファンネルの表面処理です。ファンネルの画像多すぎやっちゅうね。仮組みしたカバーパーツを剥がして表面処理の準備完了。フィンファンネルは2機を除いて一体型になっているので、
パーツが分かれているように表現するため、エッチングのこぎりで筋彫りを施しました。皆様にも苦行を早送りでお裾分け、カバーパーツのヤスリ掛け地獄でございます。種類の違うパーツをヤスリ掛けしているときは頭の体操という感じもするんですが、同じパーツが続くと完全に修行ですね。手が痛い。お疲れちゃん。それでは楽しい塗装の時間、 EX ブラックで下地を塗装していきましょう。今回もホワイトの部分以外は全て EX ブラックで下地を作っていきます。まずは塗りにくいところから塗り始めて一気に塗っていきます。メカ部分はそんなに神経質にならなくてもいいかな。十分なテッカテカ。そして EX ブラックがさらに残り少なくなってきました。あと1体分塗装できるくらいかな。大丈夫か。続いてはメタルカラーアイアンをメカ部分に塗装します。最近解説してなかったんですが、メタルカラーアイアンは塗った後にティッシュなどで磨くと鈍い光沢が出る特殊な塗料で、関節部など少し汚れたようなメカ部分に最適な質感が簡単に得られるのでおすすめです。続いてはスターブライトシルバーを塗装します。今回はハイニューガンダムブレイブをより RG のハイニューガンダムの配色に近づけようと思い、配色を変更してみました。ふくらはぎをシルバーにしてみたり、けなげな努力です。もともとのデザインは一緒なので似た感じにはなるんじゃないかな。さらにパールシルバーを上から塗装してキメの細かいシルバーにして高級感を狙います。エクシアやジャスティスナイトの時に使った手法ですね。いい感じのギラつきになりました。続いてはスターブライトゴールドを塗装します。 RG ハイニューガンダムは関節部を金色にするというアレンジが入っていてかっこよかったので、それを表現しようとスターブライトゴールドを塗装してみました。続いてはガイアカラーの限定カラープリズムメタリックブルーバイオレットを塗装します。不思議な色合い。ハイニューガンダムの特徴である青色とも紫色とも言えない微妙な色調を表現するため、虎の子を引っ張り出してきました。現在では入手困難なレア塗料です。そういえば他のプリズムカラーも全然再販されませんね。いろいろ事情があるんでしょうが、なんとか再販してほしい。そしてトラブル発生。なぜか白いパーツだけが塗料を弾く状態になっていました。他の色のパーツと同時に台所用洗剤で洗い、超音波洗浄をして初期乾燥機に入れて乾燥させた後に塗装をしたんですが、なぜか白いパーツだけがまだらに塗装を弾いていました。他のパーツと条件は全く一緒だったので、白いパーツにだけ含まれる添加剤が初期乾燥機による熱で溶け出したのかな。白い塗料は下地の影響を受けやすいので、これは困っちゃいます。対策したいところですが、原因がわからない。そして EX ホワイトを塗装します。クリーニングブラシでホコリと静電気を除去して、そんな繊細な作業も意味がなくなっちゃうくらい、こちらもよく見るとところどころ塗装を弾いています。一度塗装して少し時間を空けてさらに塗装すると弾かなくなるんですが、影響はゼロにはなりません。誰か助けてプリーズ。プリズムメタリックブルーバイオレットの雰囲気に合うように白パーツにもミスタークリスタルカラーサファイアブルーを塗装して、全体的に紫っぽい雰囲気をまとわせてみました。この色は濃く塗りすぎると黄色くなってしまうので注意が必要です。うっすら黄色い。さらに EX クリアを塗装してクリアコートしていきます。プリズムメタリックブルーバイオレットはクリアコートをした方がその独特の色味がより強調されると思います。変更塗料などはクリアコートした方がきらめき感が増しますね。さらに EX クリアを塗装。こちらの頭部を含む白いパーツも EX ホワイトを塗装した上にミスタークリスタルカラーサファイアブルーを塗装しているので、クリアコートを行いきらめきを強調していきます。これで2層目完了。続いて3層目の EX クリア。塗料と溶剤の比率は1対3と薄めにしているので、さほど塗膜は厚くなりません。溶剤を少なめに希釈した方が厚い塗膜になって滑らかになるんじゃないのと思いがちですが、案外そこでもないんですよ。こちらはクリアコートが終わったシールド。なかなか良い光沢ですが、さらなる光沢を目指してスーパーカットコンパウンドで磨いていきます。スーパーカットコンパウンドをタミヤのコンパウンド用クロスにつけて、ゆっくりとあまり力をかけないように磨いていきます。
コンパウンドの粉がなくなってしまうまで磨きます。かなりいい感じにテカテカしてきましたね。次のコンパウンドでの磨きを行う前にパーツを中性洗剤で洗って洗い流しておきます。んー、テカテカ。さらにフィニッシュコンパウンドで仕上げていきます。どうでもいいんですが、このボトルからコンパウンドを出すのがちょっとめんどくさいですよね。そこに溜まっちゃって毎回振らないと出てこない。瓶の底に注ぎ口があるボトルってできないもんなんですかね。こちらもクロスにつけて丁寧に磨いて、おー、テッカテカですね。これが楽しいんですよ。美しい。続いては部分塗装を行っていきます。まずはリトリビューターアーマーで金色塗装。こちらは膝のモーター部分ですね。肘と同様に RG を意識して金色に塗っていきます。筆が割れちゃってるな。そろそろ買い替えた方が良さそうです。ウォーグレイモンとガオガイガーの動画へのコメントありがとうございます。デジモン好きの方でプラモを作ったことがないけど作ってみたいなと思った方もいたようで、動画を作った甲斐がありますね。デジモンのプラモデルは非常に作りやすく、塗装をしなくても高い完成度に仕上がるので初めての人にもおすすめなので、本当に作るかどうかは後で考えるとして、とりあえず買ってみるのもいいですよ。いいんですよ、プラモは買って積んでるだけで楽しいんですよ。どうやって作ろうかとか、どういう道具を揃えようかとか妄想するだけでめちゃくちゃ楽しいのでおすすめです。僕の押し入れにもそういう楽しみのためにプラモデルが山のように積んであります。ガオガイガーへのコメントもありがとうございました。なるほど、こういうのをハイエッジトイと言うんですね。コメントでは、おじさんが高いおもちゃに四苦八苦してるのが可愛いとか6万は高くて手が出ないよというコメントがいっぱいでした。僕もなんでこんな高いおもちゃ買っちゃったんでしょうね。いや、めちゃくちゃかっこよかったんだから仕方がない。でかくてかっこいいと我慢が効かないんですよね。実際に触ってみるのと写真で見るのとは大違いで、その重量感たるやとてつもない迫力で堪能できました。また何か楽しいおもちゃを買ってしまったら遊ぶ姿を晒していこうかと思います。部分塗装がほぼ終了。はみ出した部分はキッチンマジックリンを含ませた綿棒で拭き取り、簡単に失敗をリカバリーできるのが本当にいいですね。ナルンオイルでウォッシングを行っていきます。墨入れみたいなものですね。筆でちまちま塗って拭き取って、組み立ててさらに塗って、組み立てて、これで頭部の完成。引き締まりました。そしてメタルカラーアイアンで塗装した縦の裏打ちパーツを磨きます。ティッシュで拭うと、これこの通りいい感じの鈍い光沢でメカっぽさを強調できます。ここで悲しいお知らせ、ショルダーアーマーの塗膜がなぜか溶けていました。ここの塗膜に丸い穴が開いています。なんぞこれ。どうも筆を溶剤で洗った時にそのしぶきがパーツに飛んでしまって溶けたようです。なんでやねん。仕方がないのでデカールで隠してしまいましょう。まずは保護フィルムをペロッと剥がして、ちょうど覆い隠せるデカールを探していきます。これがいいかな。デカールをカットして、今回は明日のデカールの新作ラインデカールゴールドを使用します。ガーベラの時に使ったゴールドのデカールとメタリック感が違うらしいですが、どんなもんでしょうね。サクサク切り取って水を含ませたスポンジの上にどんどん置いていきます。デカールのりを使って貼っていきます。明日のデカールはフィルムを剥がせるという特性がありますが、フィルムを剥がすにはデカールがパーツに強力に貼り付いている必要があります。フィルムを剥がす際にしっかりとパーツにデカールが貼り付いていないと、フィルムの粘着力の方が強く、フィルムの方にデカールが貼り付いたままになってしまい、パーツからデカールが剥がれてしまいます。なのでデカールのりなどでパーツへの貼り付けを強力に行う必要があり、デカールのりを使うことが推奨されているようです。ということで丸い溶けた穴を上手に隠すことができました。デカールを1日乾燥させてフィルム部分を剥がしていきます。ピンセットでフィルムの端を剥がしてペロリ。このフィルムはどうしたらいいですかね。散らばって処分に困ります。
親指にマスキングテープの粘着面を外側に巻きつけて、剥がしたフィルムをここに貼り付け、これでフィルムを捨てる手間や散らばって片付ける手間がかなり少なくなりました。最後のフィルムを剥がして、明日のデカールは段差がなくて本当に美しいですね。滑らかな光沢の邪魔にならず綺麗に貼れています。あとはこのマスキングテープを剥がして、これをゴミ箱に捨てるだけでお片付けも完了ということで、全てのパーツが整いました。それでは並べて組み立てていきましょう。なんだか久しぶりの HG キットの動画になりましたね。やっぱり HG は HG で作りやすくて楽しいです。細かい彫刻が施されていて密度感が高く、さらに大量に貼ったデカールで情報量が増えて、 RG 並みとは言い過ぎかな、結構かっこよくなったと思います。盾を取り付けて、頭を取り付けて、これで完成。やった、かっこいい。プリズムメタリックブルーバイオレットにしてよかった。イケメンガンダムさんですよ、いいね。そしてこの背面、めちゃくちゃ派手なシルエットですね。このまま逆襲のシャアに出てくるニューガンダムがこれでも問題ないですね。ナイチンゲールと戦うハイニューガンダムを映像で見てみたくなりますね。ベルトオチカチルドレンもパラレルワールドとしてアニメ化されないかな。ということで今回は HG ハイニューガンダムブレイブをテッカテカに塗装しました。 RG ハイニューガンダムが予約できなかった代わりに作り始めた HG ハイニューガンダムブレイブでしたが、派手なシルエットと豊富なディティールで予想を超えてクオリティが高く、思っていた以上に満足感の高いキットでした。予約できなかったストレスを解消することができたかもしれません。ということで HG ハイニューガンダムブレイブのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。なぜガンプラの発売日と僕の動画の公開日はいつも一緒なんだ。買いに行けない。